はい、どうも荒川です。今回はお久しぶりのとわみ会です。海水魚採集や多くの魚を食レポしているリュウさんと一緒に今回は川に行ってきました。今回行ったポイントは荒川本流でかなり有名な温排水の流れる、まあ人々が温泉と呼ぶようなポイントです。冬になるとここに巨大な魚たちやあの外来種もたくさん現れます。そういった魚を狙って今回の採集に行ってきました。それでは捕獲映像をどうぞ。それではまずは第一頭を投げていこうと思います。風が強くうまく開きませんでした。しかし大量の魚が入っていたようです。入ってるね。あ、入ってる入ってる。おおお、なんだあれ、ボラ、なんだあれ、いや、ハクレンか、ハクレンっぽいな。あ、フナ、フナじゃない。いや、いや、でかいよ、でかいよね、でかいよね。あ、あ、本当だ。あ、今これこれハクレン、やばい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 。抜けたかな。いや、抜けてない。いますいます。いるな、いるな、フナだ。フナロミ、フナだ。うわ、いっぱいいる。うわ、すげー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 。フナの健康ロームだ。すごい。落としますね。5じゃない、5じゃ効かない。すごい、うわ、ブクブク太ってる。多すぎる。はい、ということで今回獲れた魚はヘラブナ、ゲンゴロウブナとも呼ばれるフナが大量に獲れました。群れごと捕獲することができて、まあ、大体15匹前後入っていたと思います。それではしっかりと観察をしていきましょう。基本的には40センチ前後のヘラブナがたくさん入っています。ヘラブナ自体はもともと琵琶湖を原産とする、まあ、琵琶湖固有の大きいフナだったと思います。で、それが船釣りが有名になったり流行り始めた影響で大きい手軽に増えられるフナとして全国各地に放流されたのが増えた原因だと思います。まあ、こういった国内、日本国内に生息しているけれども他の地域に地域で繁殖しているような生き物を国内外来種というふうに言います。で、あの国外外来種、いわゆる普通のブラックバス、ブルーギルなどと同じような外来種となっています。ただ一えに外来種といっても、まあ、あまり知られてない種類だったり、まあ、生態系に及ぼす影響が高かったり低かったりそれぞれの差があるので、まあ、種類に合わせて国のルールや規則が定められていると思います。先ほどの映像ではヘラブナが大量に取れていたと思うんですけれども、基本的にフナは群れていることもあれば単独でいることもあって、だいたいトワミ一頭すると最初の一頭でああいう風にたくさん取れることはあるんですけれども、その後は散ってしまって1匹2匹で取れることが通常です。まあ、温排水というポイントはプランクトンだったり栄養分が基本的にすごく豊富な場所なので、ああいうような巨大なフナの群れがちょこちょこ点在してるんだと思います。まあ、温排水のポイントって栄養がすごい豊かなんで魚は集まるんですけど、その分栄養も多いんでお腹いっぱいの魚が多いんですよね。だからなかなか実は釣りが難しいポイントっていう風に言われてます。ただし釣れるとサイズが大きいので皆さん集まるんだと思います。それでは本命の動画に行きましょう。うわぁ、バスだ。
え？おお！初めて見た。すげえ！いるの？すげえ！あの、ここでバス取ったの2年ぶりです。取れないっす。持ってるね、荒川くん。すげえ！なんか違和感あると思ったら、いるんだ。初めて。ね、上で出すか。上で出しましょう。いいよ。埼玉のボスマジで大口はレアです。すごいね、大口だね。こちらが多いんです、ね。いや、告知の方が圧倒的に多いです。よいしょ。へえ、すげえ。いいサイズだね。いや、これ撮ったバスの中で俺人生の中で一番でかいです。へえ、すごい。うわ。これ選んで締めたのね。うわあ、すごい。特定外来生物大口バスですね。荒川教授、これはどういう生き物なんですか？これもともとアメリカ原産の魚で、スポーツフィッシングとかと一緒に入ってきたっていう風に言われてます。はあ、すごい。この大きい口で在来種をバクバク食べてくるんですよ。だから特定外来生物として飼育であったり生きたままの移動が禁止されている種類となっております。なるほど。じゃあこれも釣ったらリリースするか持って帰るなら殺すしかないんですね。リリースの埼玉県は禁止なので、もう殺すか食べるぐらいの選択肢しかないです。食えと。わかりました。つまりこれからリュウさんが食べる可能性も十分あるです。了解です。すごい、この太い一本の黒いラインが特徴的ですね。です、ね、すごい。初めて。そうです。ちょっと写真何枚か撮っといてもらっていいですか？しまっちゃって、持っててもらっても了解です。これを彼らは狙ってるんだね。締める動画もさっきの違和感。はい、ということで今回のトワミの映像いかがだったでしょうか。まあ、久しぶりにトワミを投げたというところで、まあ、少しぎこちない映像もあったのですが、無事にたくさんの大型魚を取ることができました。これらの魚のうちブラックバスについてはリュウさんが食べている動画を出しています。リュウさんのチャンネルおよびその動画は概要欄にリンクが貼ってあるので、そちらもぜひぜひ見てください。今後トワミの動画と海水魚採集の動画、深海魚の動画なども上げていく予定です。気になること、感想などコメント高評価待っております。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。こんなところにほうれん草が生えてますね。うまそう。ということでモンスタータイムやっていきますよ。モンスタータイム初生祈りを捧げる。モンスターよ、我に豊漁を与えよ。さすがでございます。いい音。あー、モンスターコーラ新発売、みんな飲んでね。OK.